皆さんこんにちは、背景イラストレーターのアリです。今回も iPad で楽しく背景イラストを描いていきたいと思います。ですがですね、今回はいつもとちょっと違ってですね、新しいアプリを入手しましたので、そちらを紹介していきたいと思います。このチャンネルではですね、 iPad を使ってこういう小物イラストとか背景風景イラストを描く方法について紹介していますので、興味がある方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。さあ今回はですね、ここに今出ているこの油絵風のレモンのイラストですね、これをですね、新しいアプリで描いたんですが、新しくですね、リアリスティックペイントスタディオというですね、アプリが出ましたので、そちらの方を紹介していきたいと思います。かなりですね、アナログタッチのイラストがこうやって描けるすげえ面白いアプリなんでね、ぜひ最後まで見て皆さんもね、試してみてください。それでは本編どうぞ。さあそれでは本編やっていきたいと思います。今回ですね、紹介するのがリアリスティックペイントスタディオというですね、新しいアプリになります。つい先日ですね、ちょっとネット、ツイッターで見かけて、あ、面白そうだなと思って入れたらむちゃくちゃ面白くてですね、これはちょっと紹介したいなと思って、今回ですね、紹介していきたいと思います。あ、こんな感じになってるんですが、まあ、各ですね、レイ、サンプルのイラストがありますので、そちらはですね、ぜひダウンロードして見ていただきたいんですが、まあ、どういうイラストが描けるのかというと、まあ、僕が描いたやつになるんですが、まあ、こういうような、ね、レモンを描いたんですが、まあ、これ油絵のタッチなんですね。油絵のタッチでこういうのを描けたり。で、まあ、何よりですね、ここの UI がむちゃくちゃかっこいいんですよね。もうかっこいいでしょ。いやもう本当に、もうペイント、見てください、この、ね、あの筆とか選ぶもう UI 最高だと思います。いやもうこれね、かなりかっこいいです。かなりかっこいい。で、これを使って、アナログのタッチがですね、いろいろ描けるというようなものになります。このタッチもですね、本当にアナログのタッチが出てですね、いや本当にすごいなと思いましたんで、ちょっとですね、軽く簡単ではありますが、説明していきたいと思いますので、ぜひですね、使う際の参考にしていただければと思います。さあ、それではちょっと周りの機能から紹介していきましょう。まず右上にパレットがありますが、これはここのですね、ここを押すことによって、まあ、カラーホイールが出たり入ったりします。で、ここにですね、設定があって、ここの真ん中を今四角にしましたが、ここを三角形にすることもできますね。あとは書くときになくなったりとか、パレットサイズをでかくしたりとか、そういうような設定が、軽くまあ設定がね、できる状態になります。で、あとはここから飛び出してくる、このパレットの次のマークですね。これがレイヤーですね。レイヤーはいつも通りレイヤーです。で、このレイヤーも、いろいろくっつけたりですね、フォルダーにしたりとか、名前を変えたりとか、不透明度維持とかですね。こういう基本的なものは揃っている状況になります。で、その横、これがですね、ここに出てる筆。ここの筆に行くためのショートカットだと思ってください。ここを押すと、こうやってショートカットで筆を選ぶことができて、すぐ変えれるという状態になります。まあ、ここを押すのと一緒ですね。ここを押して、消すのと。で、ここを押してあげると、この筆のマークを押してあげると、筆がね、なくなったり出たりするので、まあ、これで画面を広くする、使うことができます。これを出しておくと、押すと、こうやって、ね、筆を選ぶことができますよ、というものになります。さあ、その次、ここにあるやつがパレットですね。パレットはもうパレットが出たり入ったりします。で、油絵のパレットはですね、ここにマークがあるんですが、このマークを押してあげると、こっちの板のね、パレットになります。これ何かというと、この真ん中でですね、色をこうやって、こういう感じで混ぜることができます。こうやって色を混ぜて、前もって混ぜておいて、よいしょ。混ざりがちょっと悪いですよ。こんな感じで、色を混ぜたりしながら、まあ、この色使おうとか、で、この色使おうとか、いう感じで、パレットですね。として、よいしょ。ここの、スポイトを押しながらクリックすると、その色になりますので、こういう感じで、ここで混ぜて、ちょっとこの色を入れたいな、とか、いう感じでですね、こういう感じで混ぜていくと、ちょっと色が変わってるんですが、こんな感じで色をですね、混ぜて、乗せることができます。
まあ、直感的にパレットを使えるんで、これもかなり面白い機能だなと思っております。で、これがパレット。で、その横のこのツールボックスですね。これがまあいろんなツールがあるよと。で、今やってるのがこれ油絵なんですが、油絵と、水彩でこのツールが違います。ですが、この一番左側のツール、これはですね、全部共通になります。これがまず、定規ですね。これ今回定規があるのがめちゃくちゃいいなと思いまして。いやもう本当に便利なんですよ。で、まあ定規。まあこれは、ね、普通に定規です。ね、普通に定規。でもこれ定規がないとまっすぐの線引けないんで。いや本当に合ってくれてよかった。で、あとはこういう感じで、ラインを入れたりですね。まあ、この定規上に沿ってる必要はないので。定規をこう当ててあげて、で、あとはこんな感じでね、引いたり入れたりすると、よいしょ。綺麗な線が引けます。で、あと見えにくいですが、ここにバッテンがあるので、これを押してあげると消えますね。こんな感じで定規は使えます。で、これはナイフですね。これナイフはこういう感じで、ナイフを使って、で、この、長さを測るやつ。これが、移動ツールですね。いわゆる移動したり、回転したり、大きくなったり小さくなったり、ができます。こうですね。で、OK とキャンセルがあって、という形になります。あとか、ハサミはですね、こう丸めたところをチョキンと切るやつだったり、カッターは、これはですね、真四角に、選択範囲を選択してくれます。こんな感じですね。こういう感じでツールバーは、選択ツールとかですね、そういうので、と同じ役割がありますので、まあ、直感的に使えるかなと思います。あと面白いなと思ったのはコンパスなんですよね。コンパスがあると、今見えますかね、この丸がですね、ここにあるんですが、コンパスを使うことによって、なんとこう円がね、描けるし。はい、コンパスね。ちょっと見にくかったんでね、下消しましたが。コンパスがあると、よいしょ。こんな感じでね。なんと円が綺麗に描けます。これすごいですよね。いや、本当にすごいと思う。で、しかも、ちょっとね、言い忘れてましたが、これ今キャンパスに描いてるんで、下がキャンパス生地になってると。いうような感じになります。この最初のですね、キャンバスとかは、ちょっと戻りますね。この新しくするを押したときにこうやって選べます。で、今回ちょっと異彩を選んであげると、あとこんな感じですね。すごいかっこいいですよね。これで、ね、決めることができます。どれを使うかですね。で、選んだものが、このキャンバスの色を変えたりとかですね。できますので、これで、まあ、縦がいいな、白がいいな、白じゃない方がいいな、というのを選んで OK を押してあげると、そのキャンバスが出てくると。で、あとはここにこう自由にね、絵を描いていってあげましょう。これかなりすごいですね。かっこいい。何よりかっこいい。で、背景がですね、ここでですね、背景を、この道具のマークですね、ここで背景を変えることができます。まあ、これで背景を黒目にしたり白目にしたりですね、見やすいのを選んであげましょう。あとはまあブランシの輪郭だったり、左利き用のインターフェースだったりですね。あとはキャンバスを2本指でこう回転したり。で、2本指でタップして戻したり、やり直したりとか、画面に合わせたりとかいうのもここで設定することができます。設定項目はそんなに多くないんですが、まあ、必要な、まあ、実用的なものだけあるっていう感じですね。あとは日本語を選んであげると。もうこんだけ UI の説明以上で終わりです。っていう感じですね。あとはまあ左側に、忘れてました。ここの星マーク。これはですね、こうやってよく使うツールを入れ込んでいくことができます。で、ここに入れ込んであげれたら、そこをね、クリックしてあげると、こうやってすぐ書くことができるよ、というようなものになります。これすごくないですか？いいですよね。しかもタッチが本当にちゃんとアナログのタッチになるんですよ。で、今回ですね、ここで書いたようなレモンのような立体物を書いたんですが、これはね、どうやって書いたかっていうのをちょっとやっていきたいと思います。
で、親切なのがですね、左側に出るんですよね。チュートリアルというか、書いたタッチが出るんですよ。これを見て、このタッチで書きたいなっていうのを選ぶだけで、なんと、それが書けると。むちゃくちゃすごい。超親切だと思います。いや、書いてて本当にね、これ楽しいんですよ。なので、ちょっとね、書いていきましょうか。書くときに、こうやってね、書いていってあげると、こっちにしようかな。こうやってね、書いていってあげると、こう、わかりますかね？このタッチがですね、いろいろ出てきます。で、薄く書いたり、今薄く書いてます。薄く書いて、こうやって、絵の具を消して、薄くしていってあげてる状態で、強くいくと強めに書くことができます。ブラシによって結構ですね、いろいろ使い方が出るタッチが違うので、まあいろんなのを試している段階なんですが、僕もこの絵のブラシがですね、ちょっとお気に入りで書いております。これでちょっとじゃあ丸を書いてみましょう。まず丸を描いて、で、これにこう影をね、入れていってあげるとか、いうときはもうこう普通に入れていってあげる。で、もう色をですね、この画面の中で混ぜれるので、まあ、これでこうやった後に薄くですね、筆圧がかなり関係してくるので、筆圧を薄く描いてあげると、こうやって周りとね、馴染んできたりします。あと縦のタッチとか。どっちの方向にタッチを入れるかでもね、だいぶ馴染み方が変わってきますので、こんな感じで。で、だんだんマンゴーみたいになってきましたね。全くの見切り発車で。ただ楽しいからタッチを入れてるだけなんですが。で、まあ、色を選んで、ちょっと濃いめを入れてあげようかなっていうのの場合は、ちょっと濃いめを入れて、で、またタッチをこうね、伸ばしていってあげると。で、薄くタッチを伸ばして、こういうタッチもありかな、なんていうのを考えながら、でね、書いていってあげると、すごい厚塗り感抜群のね、絵ができるわけです。あとはなんかパレットナイフとかをね、使って、こう、ザッザッと。パレットナイフもこうやって、画面上でこうやって混ぜることができますので、ね、こうやって画面上で混ぜていって、今この色をこうグッと塗ってる感じですね。グッと塗って、上と混ぜたりとか、いうのもできます。こういう感じのマチエールという言われるやつですね。が出てきて、かなり面白いと。いうような感じになりますね。広い面はこういうハケとか。ハケとかでこうやって塗っていってあげて、ね、こういう感じで。で、ここが、言い忘れてましたけど、ここがブラシの大きさなので、まあ、大きさを変えて、こう塗ってあげて、こっち側に来ましたね。こっち側に染色してきたんで、そう、もうこんな感じでね、色を乗っけてあげて、これとかもね、平筆でこうやってかけたりするね。でも筆圧がグッとかければ濃くなって、薄く描くとですね、同じ筆なのにこんだけ違いが出るんですね。こんな感じでね、薄く描いた後に、濃く描いた後にこうやって薄く塗ってあげると、だんだん透明というかね、下とこうやって、ね、馴染ませていって、キャンバスと馴染ませていって、いい感じのグラデーションになっていきます。こんな感じでね、あとはちょっとじゃあ反射光も入れていきましょうか。これかな、反射光をちょっとね、ここに入れてあげて、よいしょ。よいしょ。こんな感じで入れて、あとは、よいしょ。こっちにね、消しゴムとかもあるんですよ。なので気に入らないやつは、
こういう消しゴムで消してしまったりすることもできますし、あとは、殺筆なんて言われるやつですね。これは、馴染ませるやつですね。ですね。ここの、わかるかな？ちょっと、あ、ここでいいか。ここね、絵の具とキャンパスの間、こうやって、ゴシ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 ってやってあげると、わかりますかね？ぼけるんですよね。薄くぼける。鉛筆のデッサンとかをするときに、こうやって、紙をこすってあげて薄くしたりするんですが、まあ、それの道具ですね。なので、こんな感じで、殺筆をこう、ゴシ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 ってやってあげると、こうやって色がですね、馴染んでいってあげます。というような感じで、いろんなブラシがあるんで、いや、本当に面白いです、これ。というような感じ。ね、面白いしか言ってませんが、これで、まあ、大体油絵こんな感じで描けるよっていうことの紹介になりました。で、さらに面白いのがですね、この右上に、ここにカメラマークがあるんですが、これを押してあげると、なんとですね、勝手に 3D で合成してくれるんですよ。ほら。ね。いかにもアトリエで描いたかのようなものを映し出してくれると。で、めちゃくちゃロードが多かったり、ラグがあったように見えると思うんですが、ちょっとですね、僕の今使ってる iPad 結構古いやつで、iPad Pro の第2世代かな。を使ってるので、第2世代だと少しですね、ラグがある感じですね。こうやって書いてるとちょっとトットットットってなる部分もあったりします。ですが、許容できない範囲ではないので、まあ、結構昔の iPad Pro でも書けるよっていう感じですかね。まあもちろん新しい iPad Pro だったらもっと簡単に書けるんじゃないかなと思います。というようなですね、いろんなものがあります。さあじゃあもう一個だけ、今のが油彩でした。で、これでですね、今度は水彩。この素描っていうのは、鉛筆画だったり、ノートをこういう感じで選べます。で、水彩はですね、こういう水彩の紙を選ぶことができるんですが、ちょっとね、書いたやつがあるので、これかな？ちょっとそれを開きますね。